うございます。あれはいつよ、いつどんなタイミングで呼ぶの、廃液の会社さん。今日、いや今いらっしゃってるんですけども、どんなタイミングで呼ぶのか。まだスタンプいっぱいになったらなんですけれども、ちょっと1年間休業するということで、最後10月いっぱいでちょっと休業、建て替えとかがあって休業になるから、最後1回こっちに来るときにじゃあ廃液。あ、なるほどね。はい、わかりました。ですね、判断することって、その場その場で判断するって結構手間なんですよね。で、私たちは基本的に提携業務をしております。であるならば、もう決めちゃうっていうことなんです。判断するべきことを先に、ね、こういうことになったらこうなってきます。で、それが集まるとマニュアルということだと思うんですね。マニュアルだけで全てをこなせということではないんですけども、きちんと決めていく業務増やしていきましょう。ありがとうございます。以上です。